岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは岩手若者文化祭2016、若者の力が岩手を熱くした2日間。60を超える団体が出演出展し、4000人以上が来場した岩手若者文化祭2016。文化芸術分野の活動発表や交流を行い、若者の力で岩手を熱くした2日間でした。今年もプラザオデッセではステージパフォーマンスをはじめ、展示など様々なジャンルの発表が行われました。またオデッセ広場でも道行く人の目を引くステージパフォーマンスが終日展開されました。新舞踊というのはボーダーレスな舞踊ですので、さまざまなジャンルと融合して新舞踊を世界に発信していきたいなと思いまして参加させていただきました。オデッテ広場のチャレンジマーケットでは、盛岡農業高校と盛岡西欧高校が共同で研究したメニューの発表販売が行われ大好評でした。盛岡歴史文化館前広場では、岩手の若者が新たな競技アイデアを考案した岩手初超人スポーツプロジェクトが注目の的になりました。今回から新たに会場となった岩手銀行赤レンガ館では、デジタルコンテンツなどの展示が、また岩泉町地域づくり支援協議会は展示を変更し、8月の台風10号による被害の深刻さを訴える内容にしました。たくさんのご支援いただきましたので、より良い岩泉町に来ていただけるような活動をしていけたらいいかなと思ってます。最終日にはパフォーマンスコンテストの決勝が行われ、昨年審査員特別賞を受賞したサイリウムダンスの岩手界隈が2016年のグランプリに輝きました。みんなで1年間一生懸命練習してきて、今年は優勝を獲得してリベンジしました。嬉しいです。今後は岩手の方々が見てくれるようなパフォーマンスをしていけたらいいなと思っています。今年も熱かった岩手若者文化祭。これからも岩手で頑張る若者たちとともに岩手の未来を創造していきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。